木々生い茂る山道を走り抜ける自転車競技マウンテンバイク。松山市内の山の中です。今自転車がすごいスピードで迫ってきて、あ、走り抜けていきました。早いですね。この競技で愛媛からパリオリンピックを目指すのが西予市出身村上幸太郎選手。村上選手は過去にはマウンテンバイクの全日本選手権ジュニアクラス優勝、一昨年にはアジア選手権アンダー23カテゴリーで3位入賞など、アジアでも表彰台に。パリオリンピックを目指す若手選手として期待されています。いや、私も自転車が大好きなんですけども、はい、やっぱり舗装路を速く走るロードバイクとは全然違いますね、マウンテンバイク。そうですね、基本的にもうロードバイクより太いタイヤを履いて、あとはサスペンションが、まあ、これ前後ついてますけど、はいはい、まあ、基本的に前についてたりっていう感じですね。乗ってる時はどんな時楽しいですか？乗ってる時はやっぱりこういう自然の中を走ってる時が一番楽しいですね。木の根っこや岩が露出する山道をスムーズに走れるよう作られたマウンテンバイク。太いタイヤに地面からの衝撃を吸収するサスペンションと呼ばれるパーツがついています。これによって荒れた路面でもスムーズに前に進むことができるんです。小学3年生からマウンテンバイクを始めた彼の持ち味の一つが驚異的なバランス感覚。自転車に乗ったままその場で静止するスタンディングという技や、めっちゃ前蹴りで、ちょっと若干自転車に乗ったままの横跳び、自転車の前輪を浮かせて走るウィリーなども軽々こなします。幼い頃から西予市の山の中でトレーニングを続けてきた彼は、マウンテンバイク競技で一番大切なバイクコントロールの技術が高まり、荒れた路面でもスピードを維持したままバイクを操ることができるんです。まあ、今マウンテンバイクを始めて、まあ、およそ14年ということですけれども、ね、はい、普段は練習はほぼ一人でやってるんですか？そうですね、もうずっと大学入ってから一人ですね。高校は部活でやってたんですけど、まあ、基本的に一人ですね、大学入ってから。そこまで、まあのめり込める理由、頑張れる理由は何なのかなと。そうですね、頑張れるって言ったら難しいですけど、やっぱり一番は楽しいんで、うん、やっぱそこの楽しさを忘れずにやってこられてるっていうのは一番、まあ、続けられてる一番の、まあ、原動力じゃないですけど理由かなっていうふうには考えてます。今月には海外のワールドカップに初挑戦するなど、より大きな舞台を求め着実に階段を上り続ける村上選手。夢であり目標である2年後のパリオリンピック、そして愛媛の自転車文化発展にも心を燃やします。まあ、サイクリングパラダイスと呼ばれている愛媛から、まあ、マウンテンバイクでオリンピックに出るとなると、またこのマウンテンバイクの裾野が広がるきっかけにもなっていくと思うんですけれども、はい、そうですね、やっぱり環境があってこそできる競技だと思ってるんで、まずは環境を作るっていう意味でも、まあ、ゆくゆくはまあ自分のチームを作りたいかなというふうに考えているので、そこでまあジュニア中心の若手中心で育てれるようなチームを作りたいと考えています。まずは出場に嗅ぎつけて、そこからはまあ成績を何番以内とかあるんですけど、とりあえず今のところはもうオリンピックを目指してやれることをやっていこうという形でやっています。やっぱり地元で走って地元に応援してもらえるっていうのが一番僕としては嬉しいし、とってもモチベーション、その辺もモチベーションになっているので、まだやっぱりそこは今後もまた地元に残って、地元でもっと愛媛の自転車を発展させていけるようにした人になればなっていうふうに考えてます。愛媛から世界へ、村上選手の挑戦は続きます。